せーの。今日は夏休みやバケーションが終わってちょっとストレスに負けそうだなっていう時とか、あとは消化不良なんかに効く夜にするといいキャンドルヨガっていうのをやってみようと思います。まずはあぐらをかいた状態で手を膝の上に乗せて息を吸って吐いてっていうのを繰り返していくんですけども、吸う息であばら骨が横にぐーっと広がる感じで、吐く息でそのあばら骨が元に戻ってもっともっとこう狭くなるようなイメージを持って息をしてみてください。私が今手を置いて息をしてるんですけども、その手の動きに沿って息をしてみてください。吸ってあばら骨が広がるイメージ、ふー吐く息であばら骨を締めていくようなイメージで息をしていきます。吸ってふー吐いて、なんだかこの呼吸法に慣れてきたな、手がスムーズな動きになってきたなと思ったらそこで終わりにして大丈夫です。次は日常生活で凝り固まった肩周り、首周りっていうのをほぐしていきます。まずは右に1回転、左に1回転っていう風に首を回していきます。そしたら次は日々あんまり伸ばすことのない横の筋肉を伸ばしていきます。まず片側の横についている手をぐーっとスライドさせて反対側の手を上にして伸ばしていきます。ここで5呼吸するまでキープしていくんですけども、呼吸法は一番最初にあぐらをかいて行った呼吸法と同じようにあばら骨を意識して息を吸って吐いてっていうのを5回繰り返してみてください。そしたら反対側も同じように横の筋肉がぐーっと伸びるように伸ばしていきます。この時に背中が丸まって前かがみにならないように、どっちかというと胸を張って胸を開いていくようなイメージを持ってやってみてください。そうしたら背骨と腰回りの筋肉をほぐしていきます。あぐらをかいた状態で片手を反対側の膝の上に乗せて、反対側の手は後ろの尾骶骨の前あたりに手を置いてグッとツイストしていくイメージです。そして大切なのは息を吸うたびに背骨が上に伸びるようなイメージ、そして息を吐くたびにより後ろにツイストしていくイメージを頭の中に入れてこの動きをやってみてください。そしたら反対側も同様に、そしたらちょっと消化が悪いなっていう時だったりとか、腰が疲れてるなっていう時に引くポーズなんですけども、両膝を立てて腰に手を添えた状態で後ろにちょっとぐーっと倒していくんですけども、もしぐーっと倒せない場合は
少しだけ胸を開いて伸びるようなイメージで大丈夫です。でもしできる方は私が今しているようにゆっくりかかとをつかんでさらに胸とっていうのを上にぐーっと伸ばすように上げてみてください。この動きは無理しすぎちゃうと呼吸を止めがちなので、ここでも一番最初にやった呼吸法を忘れずに呼吸を繰り返してみてください。そしたらゆっくり腰に手を添えて起き上がったら、そのまま座っていきながら、次は伸ばした方向と逆の方を伸ばしていきます。なのでぐーっとそのまま座って下に下がっていったら大丈夫です。そしたら次に四つん這いになった状態で、以前もやったことがあるんですけども、吸う息でおへそを下に誰かから引っ張られてるようなイメージ、そして吐く息で上からまたおへその後ろ側を誰かから上に引っ張られてるようなイメージをしながら、ゆっくり吸って吐いてっていうこの動きを繰り返していきます。そしたらここで後ろ足をついて、お尻を天井にぐーっと近づけるようなイメージで持ち上げていきます。そしたらここで足の裏の太ももの裏、ふくらはぎの裏の筋肉を伸ばしてあげるように足踏みゆっくりしていきましょう。そしたらここで両膝を少しだけ曲げて、首とか頭の部分にちょっと余裕ができるようにしてあげます。もししたい方は頭を横に振ると結構首の力がほぐれたりしますよ。そしたらここでプランクの状態から下にグッと下がってコブラまでつなげてやっていきましょう。そしたら吐く息でもう一度下に下がったら、吸って次の吐く息でもう一度上に上がっていきます。でこの時に意外と肩が上がって首が短くなりがちなんですけども、肩をできるだけ下げるような感じ、首を長く保つようなイメージを持ちながらこのポーズを行ってみてください。そしたら左手を真ん中に移動させて、ちょっとバランスを保つようにしたら、右足を右手、右腕、肘の部分、できればですね、そこの部分でぐーっと伸ばしてあげてください。もしできない方は、手で足先を持つような感じでも大丈夫です。ここでも呼吸は忘れずに。太ももの前だったり、お腹の前、そして胸のあたり、の筋肉をぐーっと伸ばしていきます。そしたら戻す時もゆっくり戻してあげたら、反対側もやっていきましょう。右腕を真ん中に移動させて、ちょっとバランスを保つようにしたら、左の足先と左の肘を折り曲げた状態で伸ばしていきます。こちらも同じようにできない方は手と足の先で持つような感じでも大丈夫です。
my closet. It's gathering dust right now.そしたらさっき行ったコブラでもう一度グーッと伸ばしていったらチャイルドポーズに戻って呼吸を深くしていきます。ちょうど呼吸が落ち着いてきたな、整ってきたなと思ったら頭が一番最後に上がるように体勢を戻していきます。そこで大きく息を吸って吐いてっていうのを繰り返したら今日のキャンドルヨガはおしまいです。皆さんの今日の疲れが少しでも取れますように。リクエストたくさんいただいてたラブミーモアの動画を久しぶりにアップしてみました。今日も皆さん一日お疲れ様でした。はい、それではこういう動画が見たいよとかあったらリクエスト待ってます。インスタグラムとツイッターのフォローもよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくね。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。